新井高弘、新井高弘、新井高弘、1977年1月30日隊は、広島県広島市中区エヴァ出身のプロ野球選手、内野手、右投げ右打ち、広島東洋カーアップ所属、第七大日本プロ野球選手会会長、マネジメントは、エーベックスマネジメント、中日ドラゴンズ、阪神タイガースに所属していた、新井亮太は弟、 広島市立天馬小学校、広島市立五月が丘中学校を卒業。県立広島工業高校では甲子園出場なし。その後、東都大学野球連盟所属の駒沢大学に進学し、4年時に日米大学野球で打率5割を記録。同年秋のリーグ戦では打点王とベストナインを獲得した。リーグ通算60試合に出場。 187打数45安打、打率241日本類が26打点。1998年のドラフト会議前に、新井は大学の先輩である野村健次郎の自宅を訪れ、自らのバットスイングをアピールした。この縁で、ドラフトでは野村からの強い推薦があり、広島に6位で指名された。駒沢大学の当時の監督、 大玉ことは、新井がどうしてもプロに入りたいというので、駒大 OB の大下武史に相談して、当時の広島スカウト、渡辺秀武に話をまとめてもらったと話している。大学通算に本塁打で守備にも課題があった、新井の指名は、周囲からは驚きをもって受け止められた。入団後は、将来の4番候補として期待され、自身もその意気込みを、空に向かって打つと宣言した。入団後、 大学の先輩でもある、大下武志ヘッドコーチから朝から晩まで徹底的にしごかれた。新井は後に自分を甘やかすことは決してせず、怪我でもしたらそれまでの選手という気持ちで指導していた、という趣旨のコメントで当時の大下を表現している。1年目は53試合に出場し、105打席で7、本塁打を記録。は試合に出場し、 前年を上回る16本塁打を記録した。は、規定打席には届かなかったものの、レギュラーに定着し124試合に出場。打率、284.18本塁打、56打点の成績を残した。は、140試合にフル出場し、プロ入り初の規定打席にも到達。28本塁打を記録し、オールスターにも初出場。荒いに目をかけていた。 当時の広島球団オーナーの松田光平に見送られたが、その直後に松田が他界した。荒井は第二戦で本塁打を放ち、松田への手向けとした。前年オフに阪神に移籍した金本智明の後を継ぐ形で開幕から4番に座ったが、打撃不振に陥って後半戦からは、ン義シーツに4番を譲り、打率。 236.19本塁打と成績を落とした。もう前年に引き続いて不振が続き、ボールを待ちすぎて追い込まれて打ち取られるパターンを繰り返し、シーズンを通して103試合の出場に止まり、規定打席にも届かず、打率263.10本塁打に終わった。同年12月に結婚、披露宴の席で山本浩二に知った激励された。 内田純造コーチの指導による、ホーム改造と、積極的に打ちに行く、打撃スタイルに変えたことが功を奏し、自身初の3割となる打率。305を記録し、6月28日の大阪新戦では、リチャード・ランスに並ぶ球団体記録の6試合連続本塁打を、放ち、山本浩二の持つ、球団年間本塁打記録には1本差で、届かなかったものの43本塁打で、 本類打王を獲得。三類手としての出場が中心だったが、シーズン終盤は打球を右肩に受けた影響から、栗原健太と入れ替わりで一類手として出場する場面もあり、初のベストナインを一類手部門で獲得した。オフには、フリーエージェント、FA について、一つのチームで選手生活を終えるのが理想、FA そんな選手じゃないと発言。1月。 これまで、金本や笹岡慎二らと共に行っていた鹿児島県、西福寺での五万洋合宿を単独で3泊4日かけて行った。WBC 日本代表にも選ばれたが、出場機会はごくわずかであった。シーズンでは、マーティレオ・ブラウン監督が掲げていた、ケースバッティングを心がけたのが身を結び、本類打数は25本と減少したものの、前年を上回る100打点を記録した。一方で、 積極的に打ちに行く打撃スタイルから支給数が少なく選球眼の悪さを指摘された。オフにはカープが好きだし、いられるならずっといたい。このチームで優勝したいと語った。は、自己最多の55の支給を選び、28本塁打、102打点を記録した。守備では三塁手として最多の守備機会でリーグトップの守備率を記録。シーズン終了後、 北京オリンピックアジア予選権、第24回アジア野球選手権大会に4番、一塁一種として出場し、日本代表の逸話出場権獲得に貢献した。この年に FA 権を所得。前年まで FA 権を得ても広島に残留する、胸の発言を繰り返していたが、自分を厳しい環境に置き、そこでどう変わっていくか。 挑戦する気持ちが出てきたとの理由で、オフに FA 権の行使を宣言。残留に傾いた日もあれば、宣言しようとした日もある。その繰り返しで焦っていたという状況の中で、1ヶ月間悩み抜いた末、残留したらいつか後悔するかもしれないとの考えに至った。記者会見の席では、辛いです。カープが好きだから、喜んで出ていくわけではない。FA なんてなかったらよかったのに、 涙ながらに発言した。前述の FA 健康史宣言を受けて、阪神タイガースや福岡ソフトバンクホークスなど、複数の球団が、新井の獲得に乗り出した。しかし、新井にとって絶対的な存在の金元がいる。阪神が圧倒的に有利な状況にあったため、打球団は、獲得を見送った。新井自身も、阪神と二度の交渉を経て、入団の意思を表明。 アジア野球選手権大会終了後に入団を正式に発表した。2007年12月11日付で NPB から FA 宣言選手契約締結合意が公示された。新井の実書、阪神の4番によれば遺跡の最大の理由はもう一度金本と一緒に野球がしたいという金本、遺跡以来抱えていた強い思いであったが、 それを口にすれば金本本人に迷惑が及ぶとして会見では自聴した。また、FA なんてという発言は、FA がなければ金本が出ていくことはなかったし、金本がいれば自分も遺跡を考えることはなかったという思いから自然と口に出てしまったものであった。翌年1月2日に放送された広島ホームテレビの特別番組では僕のことをやじるファンよりも、 僕の方がカープを愛してると語り、広島への愛着と未練を覗かせた。阪神に移籍した後も、今でもやっぱりカープの試合は気になると、古スへの愛着を口にしていた。古ス、広島と移籍後初めて対した広島市民球場での公式戦4月1日に3番一塁手としてスタメンで出場。広島時代のレプリカユニフォームがグラウンドに投げ込まれた 広島ファンから大きなブーイングを受けながらも3打数に安打に支給でチームの勝利に貢献した。その一方で同月12日の対横浜ベイスターズ戦、横浜で寺原隼人から安打を放って通算1000本安打を達成。このシーズンの前半戦は好調で高打率を維持しチームの収録層に貢献した。しかし前半戦終了間近になって腰痛を訴え、 一時登録を抹消されて、以降は不審に陥った。北京五輪の日本代表に選ばれ、怪我を押して四番、一塁手として全試合に、先発出場。予選リーグの対韓国戦では、同点に乱本塁打を放ったが、腰痛により、全体として、満足な打撃はできなかった。逸話期間中に症状が悪化し、帰国後、腰痛の疲労骨折であったことが発覚。後に、 これで二度と野球ができなくなっても構わないという覚悟で五輪に挑んでいたと語っている。一方、当時の阪神監督の岡田秋信は、辞書で阪神から帯同させていた荒井付きのトレーナーが荒井の症状を把握していなかったこと、荒井が五輪で全試合に出たのに帰ってきてから、阪神の試合に出られなかったことなどに対する怒りを辞書に書いている。 北京五輪をめぐる経緯の詳細は、メイクドラマ2008年、メイクレジェンド参照。シーズン成績も8本類だ、59打点と大きく落ち込んだが、守備では、自身初となるゴールデングラブ賞を一類主部門で受賞。12月には、宮本真也から、日本プロ野球選手会会長職を引き継いだ。第2回 WBC 日本代表の一次候補者入りを、 打診されたが、腰の状態を理由に辞退した。同年シーズンでは全試合スタメンで、フル出場し、15本類が82打点を記録したが、一方で、リーグワーストの20閉殺が、出塁率、299アップス、700に終わった。U-26NPB 選抜隊、大学日本代表には、オーバーエイジで、大会最年長選手として出場。 それまで長らく、阪神の4番を務めてきた金本が4月18日の、対横浜戦でスタメン落ちしたことにより、移籍後初めて4番に座った。それ以降ほぼ全ての試合で4番を打ち続け、自己最高の打率、打点、盗塁を記録した。また、2年連続のシーズンフルイニング出場、全て三塁手を記録した。オフにトレードで、弟、両太が阪神に移籍し、 自身が阪神を対団する2014年まで共に同じチームでプレーすることになった。この年3月に発生した東日本大震災後、当初予定通りの日程でシーズン開幕すると発表したセントラルリーグに対し、ローソプロ野球選手会会長として開幕の延期を強く要望し、問題解決のため奔走した。その中で出場したオープン戦では、 心身ともに疲労が重なり20脱数以上の連続、無安打が続いたが、選手会側の要求通り開幕の延期が決定した、あとは調子を戻した。震災被災地支援のため、2011年シーズンに放った本類打1本につき10万円、打点1点につき5万円の義援金を送ると、開幕前に発表。開幕戦では、4番、3塁手で出場し、 同点打を放ってお立ち台に立った。4月19日にサヨナラ安打を放っていった弟、両太に続き、同22日に、荒井も4番定着後発となるサヨナラ安打を放ち、史上初の同年同一チーム所属の実況台、揃ってのサヨナラ安打が実現した。しかし交流戦に入ると、打撃不振に陥り、さらに得点圏に走者を置いての凡退も目立ったため、二度に、 渡って4番から外れる経験をしたが、最後は4番に戻り、リーグトップの93打点で、打点王のタイトルを獲得した。なお、この年は、閉殺だと失策数もリーグトップだったことから、翌年のキャンプで、金本から、失策王、閉殺打王、打点王の三冠王であるといじられた。オフに再取得した、FA 権を行使した上で新たに3年契約を、結び残留した。 開幕4番でスタートしたが、以前より抱えていた慢性的な右肩痛の悪化により、打撃不振に陥った。5月初めには6番に降格。それまでの2年間4番でのスタメン出場がなかった、金本に4番を明け渡した。5月末にはスタメンからも外れる時期もあった。その後4番に戻ることもあったが、打撃の調子は上がらず、弟の良太が4番を打つことになり、以後は6番。 一塁で出場が主となった。7月29日の対横浜 DNA ベイスターズ戦、阪神甲子園球場で同じく先発出場した両他と共に本塁打を放ちのロッテオリオンズのレロンリーとレオンリー以来31年ぶり3組目の兄弟同一試合本塁打を記録した。しかし9月に右肩痛で登録抹消されるなど同年は122試合の 出場にとどまり、2008年以来4年ぶりに全、試合出場を果たせなかった。また、規定打席に到達しながらも打率、250.9本塁が52打点で、半身移籍後裁定の成績に終わった。後の報道で、右肩後方関節唇損傷、腱板不全断裂、肩包下滑液放炎と複数の大きな怪我を抱えながら、 試合に出場していたことが明らかとなったが、シーズン中は公表していなかった。12月には、日本プロ野球選手会会長職を島本博に譲った。は2005年以来の開幕ベンチスタートとなったが、その後スタメンの機会を得て、6月8日の対、千葉ロッテマリーンズ戦、阪神甲子園球場で、ナルセ・ヨシサから本塁打を放ち、通算戦打点を達成。 オールスターゲームにも出場し、2戦目で決勝打を含む3安打1打点を挙げて、阪神の選手では2006年の藤本敦史以来7年ぶりとなる MVP に選出され、さらに3戦目では2安打を放ち関東賞を獲得した。しかし後半戦は徐々に成績を落とし、終盤には5番を外されたり、スタメン落ちすることもあった。シーズンを通して百四十試合に出場したものの、 8月25日を最後に本塁打は一本も放てず最終的に15本塁打に終わった。2はポジションの重なる長距離打者のマウロゴメスが加入し4番1塁の座を巡ってゴメスとの競争になった。新井はゴメスの調整遅れを尻目に春季キャンプで和田豊か,から MVP に選ばれたがシーズンに入るとゴメスが4番1塁に定着し新井は 代打や三塁の控えに回った。5月10日の対読売ジャイアンツ戦、甲子園で7回裏に代打で敵地打を放つと、9回裏に両他も代打で安打を記録したことによって、同一チーム、同一試合における代打での兄弟安打を初めて達成。同月21日の対オリックスバファローズ戦、京セラドーム大阪では2点ビハインドの6回表に、地1塁から、 自身9年ぶり、阪神移籍後初めての代打本塁打を記録した。シーズン通算では94試合出場で打率244.3本塁打31打点の成績に終わり、ソフトバンクとの日本シリーズでは直前に腰痛を発症した影響で出場がなかった。シーズンオフには規約を上回る大幅減俸通告を受け、また翌年も 代打中心になることが確実視されていたこともあって、新天地を求めて11月4日に球団に自由契約を申し入れ、了承された。12月2日に NPB から自由契約選手として公示。阪神からの対談が報じられた後に、右打ちの長距離打車が補強ポイントだった広島が獲得に動いた。2014年11月14日には、 広島との契約合意が球団から発表されるとともに入団記者会見が開かれた。背番号はプロ入り以来着用していた25ではなく28に決まった。自由契約前に阪神から提示されていた年俸は7-0000円で、広島との契約はそれをさらに下回るに、0 0 0 0円だったが、荒井はこの条件を即決で受け入れた。 の開幕直前に、右ヒーち関節炎を発症して開幕ベンチスタートとなった。遺跡の影響で罵声を受けるかもしれないと覚悟した、開幕戦の初打席では大歓声。洗えは後に、あれは一生忘れられない。今度は自分がファンを喜ばせたい。絶対に喜ばせると誓った。右の代打起用がしばらく続いたが、4月7日の巨人戦、松田スタジアムで、 復帰後初の4番1塁でスタメン入りを果たしてからは、故障したヘス・スグスマンに代わって4番に定着した。5月9日のフルス阪神戦、甲子園で復帰後初本塁打を放ったが、その試合で左手中指を脱球し、一時的にスタメンを外れることもあった。阪神時代の2008年以来のファン投票での選出、広島在籍中では、初となったオールスターゲームでは、 二戦目、松田スタジアムに2013年の出場同様、関東賞を獲得した。9月2日の古津阪神戦、甲子園で4回表西一三塁での7番、田中博介の打席で三塁にいた荒井は、一塁にいた鈴木聖也に対して、当主、岩田実が投げた、県政球がそれた隙をついて9月13日の中日戦、名古屋ドーム以来15年ぶりのホームスチールを、 成功させた。8月18日に3度目の FA 権を取得した。後半戦から終盤戦にはスタメンでの起用が増えた。ため、最終的には規定打席にも到達し、打率275と出塁率349をマークした。クライマックスシリーズ出場をかけた本拠地最終戦で、味方打線は沈黙したが、荒井は試合で唯一のヒットを放つなど気を吐いた。 最終的にチームは敗戦するも、このヒットで自身2000本安打まで30を切り、復調をアピールしたフルス復帰1年目のシーズンにおいて優秀の美を飾った。なお、シーズン終了後の12月16日には、復帰時点から3倍以上の推定年俸60000 00 00円で契約を公開。2016年から再び背番号25を着用することも発表した。 は、4月26日の対ヤクルト三回戦、明治神宮野球場の第二打席、ヤクルト先発の成瀬義久から左翼戦への敵時に、塁打を放ち、史上47人目の通算2 0 0安打を達成。続いて8月2日に、史上42人目の通算305本塁打を達成。その後も連続出場による疲労を回避するため、先発を外れたり、試合終盤に、 ベンチに下がるなどの配慮を受けながらも、シーズンを通して4番に座り、シーズン終盤まで打点王に立つなど好調を維持、チームの快進撃の原動力となった。そしてチームは優勝マジックを一とした9月10日の巨人戦、東京ドームで逆転勝ちし、25年ぶりのリーグ優勝を果たす。試合終了直後に、監督の大型孝一、この年限りで引退せ番号が、 永久決板にもなった黒田博樹と共にチームメイトから同上げをされた。チームはクライマックスシリーズも優勝し、広島所属としては初めて日本シリーズにも進出。日本一はならなかったがプロ18年目にして初めて歓喜の美酒を味わった。個人としては打点王はリーグ優勝決定後に休養とポストシーズンへの 調整のために出場機会を少なくした影響で9月下旬に、筒中里氏にその座を譲り2011年以来の栄冠はならなかったものの、主要6部門はすべて6年ぶりの打率。300、自己3位、19本類打、同5位、100打点、同4位、出塁率。370、同2位、長打率。480、同3位、アップス、850。 同3位の大台を達成する全世紀並みの成績を残し、本塁打を獲得した2005年以来自身2度目のベストナインを受賞。2015年に9年ぶりに同賞を受賞した福留光介を抜くセリーグ史上最長ブランクでの受賞となった。さらに、同賞の表彰のため出席した11月28日の NPB アワーズ2016にてリーグ MVP の受賞が発表。 表彰された。39歳での同賞の受賞は、2010年に38歳で受賞した和田和弘の記録を塗り替え、同賞受賞のセリーグ史上最年長記録を樹立した。史上初めて2000安打、300本塁打、リーグ優勝、リーグ MVP を同時に達成した、本人曰く夢のようなシーズンとなった。40歳となって迎えた、このシーズンは、 前年より、出場機会を減らしたが、要所で、目覚ましい活躍を見せた。5月4日の中日ドラゴンズ戦、松田スタジアムでは8回裏に、代打で登場して三妻拓也から、決勝の敵地二塁打を放ち、これで安打を放った投手の数が517人となり、谷重元信と並んで、歴代最多大記録となる。6月27日の横浜 DNA ベイスターズ戦、 横浜スタジアムでは7回表に、代打で登場して、逆転の2点適時2塁打を放ち史上28人目の、通算3500塁打を達成。7月7日の東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場では9回表に、代打で登場し、バックスクリーンへ逆転の3点本塁打を放った。7月19日の阪神タイガース戦、阪神甲子園球場では8回に、 決勝の適時二塁打を放ち、この試合で通算2284試合出場となり、球団 OB の山本浩二に並んだ。チームは9月18日の阪神戦に勝利し、球団史上37年ぶりのリーグ連覇を果たすが、クライマックスシリーズでペナントレース3位の DNA にアドバンテージを含む2勝を3敗と追い込まれた。迎えた10月24日の第5戦、 松田スタジアムでは4番でスタメン出場し6回裏に本塁打を放ったがチームはこの試合に敗れて日本シリーズ進出を逃した。しかし試合後、荒井は2018年シーズンも現役を続行する意思を示した。41歳で迎えるシーズン開幕直前左ふくらはぎを痛め開幕は14年ぶりの二軍となった。 6月、週刊ベースボールマガジンの創刊60周年、記念としてカープの歴史が特集された際、現役との別れを匂わせるコメントが掲載された。9月5日、シーズン限りでの現役引退を表明。広島市の松田スタジアム内で記者会見を開き、若手が力をつけているカープの今後を考え、今年が良いのではないかと考えた。 大歓声をもらえる中でファンを喜ばせてあげることができていないなどと理由を語った。現役最終出場試合は11月3日に松田スタジアムで行われた SMBC 日本シリーズ2018広島対ソフトバンク第6戦で8回裏に代打で登場してショートゴロ。その後9回表には一塁の守備についた。引退直後の2018年11月5日。 中国新聞に、荒井を称える、全面広告が2ページにわたり掲載された。表面は、荒井ブレーキ、絶好級見逃す、流れを変えた空振りなど荒井が国表されている記事の、スクラップ画像となっているが、裏面をめくると、ガッツポーズをする荒井の姿に、結局、荒井はすごかった。広告手、黒田博樹という文言が添えられたものとなっている。左足を高く上げる。 打撃フォームが特徴。2004年まではグリップの位置が低く胸の前で構えていた。2003年に極度の打撃不振に陥って以降フォーム作りに宿泊していたが2005年にグリップの位置を上げ顔の後ろで構える形に改造したことが見事にはまってバットがスムーズに出るようになって確実性が増し、打率、本類だ、打点の3部門べてで キャリアハイの成績を残し、自身初の打撃タイトルとなる本類が、O43 本を獲得した。ただし、シーズン30本類代以上を記録したのはこの年のみである。また、シーズン100打点以上を2006年、2007年の2年連続を含む4回記録している。阪神移籍後は、腰痛の影響もあって、打撃フォームを オープンスタンスにするなどバッティングの形を変更し、本類打数は減少した。一塁到達4.38秒。在日韓国人であったが、日本に帰化している。帰化前の本名は、僕高博、パククイホ。日本国籍取得後は、ワールドベースボールクラシック、北京オリンピックに日本代表として出場している。幼少期から、広島の大ファンであり、 パジャマはカープのユニフォームをあしらったものであった。温厚で優しい性格であり、大学の一年先輩である高橋久則は、大学時代の荒いを打てないし守れないが、足はそこそこ速く、素直で先輩の受けはとても良かったと話している。若手の頃はとにかく先輩からおもちゃにされ、広島時代の金本が本塁打を打った際には、金本は他の選手とは、 ハイタッチをするが荒井だけには張り手を食らわせたり、選手会ゴルフの始球式で打球方向に立たされたりするなどのエピソードが残っている。スポーツ日本の荒井へのインタビューによると、金本の趣味が荒いいじめであるゆえに、阪神時代ホテルの部屋での金本によるピンポンダッシュの被害者であったことを告白している。しかも金本も毎回鳴らし方を変えてくるという手の込み用であったため、 新井も、仕方不能だったとのこと。金本が引退した後の2年間は、入れ替わりに MLB から国内復帰した西岡強主導で、チームメイトにいじられることが多かった。いずれも阪神在籍当時。阪神移籍後は、ファンの間にもいじられ、キャラが定着し、ネットでは、名前と移籍時の発言をもじった、辛いさん、辛いさんというあだ名が定着した。さらに2003年、 2009年、2011年にセリーグ最多閉札打を記録したことから、イノの渦、閉札打は、辛いさんと、ゲッツー、閉札打をもじった、ラゲと呼ばれている。長年にわたって、自主トレーニングのメニューに、ごま行を取り入れている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。